昔から大学は山の楽器のねコンテストがまあ未だにあって、僕も憧れて、結局出れなかったんですけど、僕はあのステラジャムってやつで、まあ高校生とかも、大学生とかも審査に入れるっていう、ステラジャムの審査員を今年2023年も、去年に引き続きさせていただくことになりまして、今回で3回目ですね。名古屋の中高生っていうのがですね、結構たくさん多く賞を取ってくるんですね。でも名古屋の大学はほとんど取らないんですよ。去年2022年はですね、愛知大学が賞を総なめしたんですけど、これは本当に嬉しかったんですけどね。ただそれ、なんでっていう理由をですね、他の審査員の人に聞いてみたんですけども、皆さん同じですね、指導者がいるかいないかですね。高校生とか中学生っていうのはもう絶対指導者いるじゃないですか。なので指導者の通りにやっていくので、団結力があったりとか、指導者がやっぱりいろんなことを知ってるので、まあある指導者の人が、そこ指導してるといつも賞を取るっていうことが多いんですね。大学生なんかだと OB がもうプロになってちゃんと教えに来てくれてるっていう学校なんかもやっぱ強い気がします。いや、結局学生たちだけでああだこうだ考えてもなかなか上達しないんですね。水泳したことない人同士で水泳のやり方考えてもうまくならないじゃないですか。だからできる人っていうのをやっぱり入れるのが一番で、僕の大学時代もやっぱすごくそうだったんですね。で、僕はあのコンマスっていうのやらされて、一番前立ってなんか指導してくれ、なんか一言言ってくれって言われて、もう全然何をやってるのか全然聞き取れなくてですね、で全パッドの譜面を持って帰ってですね、キーボードで弾いてそれぞれの歌を覚えて、で指導するようになったんですけど、まあおかげでですね、他の楽器のことを考えるのが当たり前になったから、まあプロになってもすごくそれはすごく役に立ってると思うんですね。まあやっぱり外部からの講師をちゃんと呼ぶっていうのはすごく大事だなと思ってます。まあ例えば500円ずつ集めたりとかすれば結構な金額になるわけじゃないですか。でそうやってちゃんと500円ずつ払ったっていうと、みんなやっぱりキャッチしに行きやすいですしね。だからやっぱりみんなで決めて、この人呼びたいから、まあいくらずつ出してっていう講師をちゃんと呼ぶといいかなと思います。例えばリズム隊だったらドラムの人とかベースの人とか呼んで、で管楽器は管楽器の先生呼んでっていう風にすると、やっぱり確実に上手くなると思いますね。はい、だから僕もよくあっちこっちの大学、頼まれて教えに行きますけど、僕の場合はもう本当にすぐ一緒に演奏したらわかるからみたいな感じで、もう見てやっていただくっていうのがすごく大事かなと思います。で外部講師が入ってるところはやっぱ点数が高いな、まあ点数が高いところは聞くと大体外部講師が入ってるところが多いですね。で音楽はやっぱり体感するものなんで、一緒に演奏するとね一発でわかるんですよ。だからリードトランペットの人聞いてもらってパッてやると、リードトランペットの人がすごく引っ張ってくれるので、あこうやって歌うといいんだ、この人に寄り添えばいいんだっていうのが分かったりね、ドラムと一緒にやるとそのグルーブの体感とかもできたりとかね、そういう風になるんですね。で僕がよく行ってた海外のジャズのね教育機関でフェスティバルがあったんですけど、そこはですねゲストに有名人が入るんです。有名人ってリチャード・ボナとかですね、普通にチック・コリアとかそのクラスの人たちが入るんですよ。ハービー・ハンコックが入ったのを見たことがあります。でその僕も よく提案してるんですけど、要はこのジャズフェスになってて、で午前の分っていうのはそこの地方のアマチュアのバンドが出るんですね。でゲストが2人ほど入るわけですね。ケニー・ワーナーが入ったりとか、まあ、ハビ・ハンコが入ったりとかすると、もう当たり前だけどこの2曲はものすごくバンドがグラッと変わるんですよ。だからその変わり具合っていうのは毎年違うし、だから必ずその、フェスティバルに必ず常連客がやっぱりいて、でこの午前の部を楽しみにしてる人がいるんですね。でこうジャズフェスとかでたまにこういうこうアイデアないかって言われてこの話をすると、やっぱりこうアマチュアバンドを有料会場に入れるっていうのはやっぱり怖いっていうふうによく言われるんですけど、アマチュアバンドがこう変わる様っていうのは毎年違うし、これはすごく大きな集客になるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、いつかね僕が自分が主催する、ジャズフェスティバル、これをやりたいと思ってます。まあお昼過ぎて夕方までっていうのはもう地元のプロの人たちがやっぱりゲストが入って演奏するんですね。やっぱそうするとやっぱすごいこうかっこいいというかね。でそうすると地元の人たちのレベルも上がるし、プロもそこで、まあ、ギャラが発生するんでしょうけど、そうすると一人の分だけでこの一コマ分ねできるから、これものすごく頭がいいなっていうふうに思うんですね。有名な人はこうやってゲストで呼んでもらえるから、まあ、その有名な人たちもこう地元の人たちと交流になるし、そこから本当プロになっていく人引っ張り上げていくっていう、こういう感じがねやっぱりアメリカすごいなと思ってます。で夜はねもう世界的なプロが演奏するんですよ。ジャック・ジジョネとチック・リッコリアとエディ・ゴメスのトリオも見てましたし、もうとにかくその、夜はジャズの教育に1年間貢献した人たちのバンドで演奏して、そこでこう賞を渡していくっていうような、そういうことをやってたんですね。めちゃくちゃ面白い、毎年行ってた、そういうこうフェスティバルなんですけど、でそのプロの人がワークショップとか歴史講座とかやったりとか、もちろんそのドラムの講座もあったり、僕はカート・エリングのボーカル講座っていうのを見ましたね。で
セレニアスモンクコンペティションっていう、ところで優勝した人たち2人にそのカート・エリングが直々にこう指導していくっていうことですね。すごい見たんですけど、めちゃくちゃ面白くて、女の子が自分の作曲したジャズの曲を歌ってて、そしたらなんかとってもいいんだけどって、まずいいとこすごく褒めてから、じゃあさ、今の歌詞を僕にその音程をつけずに僕が彼氏だと思って喋ってみてって言って、一生懸命彼女は喋るわけですよ。で、よ、今の感じで音程つけて歌ってごらんってバンド入れて歌わせると、お客さんぶわー泣き出したりとかしてね、本当にね、そんな感動的なシーンをね。で、まあカート・エリングは本当に教えるのめちゃくちゃうまいんで、そういうのをこう目の当たりにしたりとかですね、そういうのを僕らが見れたりとかするのがすごい良かったですよね。とはいえですね、自分たちでまずできることとして、僕もうちの大学でやってた時にはもうとにかくこうピッチが悪いってめちゃくちゃ言われたんで、チューニングをちゃんとするっていうことをやりました。大きなスピーカーでね、チューナーの音ビーって鳴らして、一人ずつこうみんなでこう全員が OK 出すまでこうチューニングして、まだ高いんじゃない低いんじゃないとかってみんなでやりながら、そうするとあ、これがハモってるんだなって感じがだんだん分かるようになってきて、やっぱそこからすごくうちのバンドピッチがいいっていうふうに言われるようになりましたしね、まあ、これ一つの提案ですよね。僕はよくやるんですけど、 CD をやっぱり大きなスピーカーでかけて、で一緒に演奏してもらうんですよ。でそれで CD なしにして、今度はカウントで一緒に演奏すると、まあ、それを交互にやると自分たちが何が足りないのか、なんかすごいやっぱり CD とやってると分厚いんだけど、自分たちだけになるとしょぼいじゃないですか。で全員が自分の思考で一生懸命凝らしていくと、何回かやっていくと必ず上手くなるんですね。なのでこう CD で一緒に演奏するってことですね。やっぱデューク・エリントンバンドとかカウント・ベーシーバンドとかは、まあ、そういうこういろんなフェスティバル出てて、地元のバンドと一緒にね、2バンドで、実際カウント・ベーシーバンドとデューク・エリントンバンドの CD ってあるじゃないですか。あんな感じでカウント・ベーシーバンドに、学生の人たちが混ざって演奏させてもらったりとかすることがやっぱあるんですよ。フェスティバル僕も行ったことありますし、僕もカウント・ベーシービッグバンドのね、もうベーシーさんはいなかったですけど、ドラム叩かせてもらってますけど、本当にあの体感するんですね。もう管楽器はめちゃくちゃサウンドするから、あ、こうこんだけでいいんだみたいな感じでね、そういうのをこう実際に一緒に演奏できないんであれば CD をかけて疑似体験すればいいと思ってるんですよ。後で説明するんですけど、ビレッジヴァンガードジャズオーケストラってね、サト・ジョーンズ・メル・ルイスバンドの後続のバンドですね。ビレッジヴァンガードが月曜日やってるビッグバンドのメンバーですらこれやってるらしいんですね。なのでこれはぜひおすすめですね。で自分たちの演奏をね、録音してすぐにその場でプレイバックするというのが大事です。それぞれの人たちがね、こう録音して持って帰るんですけど、あんま聞かないし、それに自分だけ聞いたってなんかわかんないじゃないですか。で自分たちの演奏パッてやって、さっきの CD 流して、でそれを繰り返してやって、で自分たちの演奏だけを録音して客観的に聞いてみると、そうすると何がいいかというとですね、誰かが何を言わなくても、いやコンマスがなんかこここうしようこうしようって言わなくても、自分のフレーズ聞くから、あ、この辺次はちょっと短く切ってみようかなとか勝手に修正されていくんですよ。で CD 聞いたりして交互にやってるから、この辺僕らこうダラッとしてるからこうしようかって意見もみんなが出る始めるしね。でこういうのをもうコンマスが一人で言うっていうよりかは、まあこうみんなで意見言いながら言うと、まあバンドも固まっていくのかなって感じですね。で、定期的にやっぱ自分たちが気づかないところをやっぱりこう指導者に見てもらって、そのたった一言でガラッて変わったりするんで、そういうところをやっていくといいんじゃないかな。はい、譜面だけの情報を当てにしないということですね。ジャズの譜面はね、ミスや情報不足がめちゃくちゃ多いんですよ。だから書いてるところのミスも多いし、例えば例に挙げるとパッド・メセニーの曲の、バンドのところにドラムのところにリズムラテンって書いてあるんですよ。でもラテンって書くとツッタンツッココツッタンツッココになるんですけど、あれはイーブンエースってやつですね。 ECM イーブンエースっていうのが正しい言い方だと思うんです。それだと僕はパッてプロとして聞いて、イーブンエースの ECM みたいな感じって言われたらパッドメッセージの曲を一瞬で表現できると思うんですけど、ラテンって言われたら絶対にあんな風にならないですね。だからそういったことも踏まえて、譜面書くのってそのドラムの担当の人じゃないじゃないですか。大概はこう、ピアニストとかがその譜面を取って書いたりとかしてるから、だからその分かんないからこんな感じかなって思って書くと全然違ってたりとかするんですよ。でスイングジャズはですね、裏拍を短めに、モダンのジャズはこの場合によるっていうのはですね、例えばこのこういうタダッタッタッタって譜面があるとすると、これって普通にクラシックの人が読めばタタータータータって読むはずなんだよ。だってこれ長い音符だから休符書いてないからね。だけどこれってジャズの場合は、跳ねて、しかも裏拍は全部ちょっと短めに切る、タガッ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 っていう風に切るんですね。なのでこれって譜面情報としては間違ってるじゃないですか。
だからでモダンジャズの場合は例えばメルルイスオーケストラとかの場合はドゥダー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 っていう風に実際にこう長く演奏したりとかあえて跳ねなかったりとか、モダンジャズになってくるとその通常からちょっと変えていくんで、そうするとモダンジャズの場合によっては違うし、だから音源と譜面で見てみると随分こう隔たりがあったりするんですよ。だから譜面の情報だけで原曲も多分知らずに自分たちで譜面だけで解析して多分演奏してるんだなーっていう感じの演奏ってよくコンテストやってよくわかるんですけど、自分たちなりに考えて演奏するっていうのは別に悪いことじゃないんですけど、やっぱ全然ジャズとは違ってたりとか、そのこの曲の良さっていうのがやっぱ表現できてなかったりとかするんで、そうすると審査してても、あんま高得点つけづらいかなみたいな。特にね、ドラムの譜面はね、情報不足が多いんですよ。何も書いてなくて、この横のスラッシュってやつがシュッ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 って書いてあるんですけど、それで、実際、プロのビッグバンドの仕事もするので、そういう時ってパッと見て、で、演奏すると、合わせなきゃいけない音のはずなのに書いてないことがあるんですね。そうしたら、リハやってる間に途中で、ちょっと休憩のある間に、その、リードサックスの人の譜面をパッて見せてもらって、リズムをパッて書き込んだりとか、トランペットの譜面を書き込んだりとか、必要であるなって情報をパーって書き込んでいくんですね。これすごい大事ですね。特にね、CD と違った場合、こう、譜面を見て聞いてるのに CD と違った場合っていうのはやっぱり間違えたりとかしてる場合が多いんで、そういう時はこういう風だなとか、CD ではこうなってたなとか、まあ CD が全て正しいわけじゃないんですけど、でもやっぱりこういう風に表現したいっていうものが、こう、譜面になってきた時に、この隔たりがあったりするので、譜面の情報だけ当てにするっていうのはあんまり良くないですね。ただまあ自分たちで感じて決めたことはそれでいいと思います。ただ譜面だけの情報だとね、やっぱり自分たちで決めてもなんかこうあんまりこうジャズっぽくならないことがあるので、 CD を聴いてで譜面を見たら、ちょっとここはフォルテって書いてあるけどちょっとちっちゃめにしようよとかっていうのは、それはすごくいいと思うんですね。むしろジャズだからね、そういった表現は違うっていうのは、あえてここからこうクレッシェンドしていこうよとかっていうのもあったりとか、最初からもうフォルテでもうぶちかましていこうよっていうのもあってもいいかなとは思うんですけどね。ただその譜面の情報だけでメゾピアノって書いてあるから絶対メゾピアノかって、そんなことはなかったりするっていうことですね。ビレッジヴァンガードのジャズオーケストラのね、クリニックに行ったことがあるんですよ。で、あのステラジャムの審査員のミギアさんとね、仲良くなって彼女に誘っていただいて、うちのね、音楽大学の生徒何人か引き連れて一緒に見に行ったんですけど、本当にいいこといっぱい言ってて、まあそこでなんか自分の印象に残ったものとしては、一つ目はですね、譜面に書き込んでもいいけど覚えたら消すって言ってましたね。指導を受けてた大学がですね、やっぱりこう譜面をパッと見た時にこういっぱい書き込み、指導者にいろいろ言われて書き込みをしていると、書き込みが文字が多すぎて、で言ってたのは、目からの情報が増えるとやっぱ耳からの情報が減るので、書き込んで指導したことに書き込んでも構わないけど覚えたら消しなさいっていう風に言ってましたね。でそうやって言われれば、岡崎義郎くんがね、あのビレッジヴァンガードジャズオーケストラの演奏を出た時に譜面をパッと見てほとんど何も書き込みがなかったっていう話を聞いたことがあるんですけど、サド・ジョーンズ・メルルイス・オーケストラの譜面っていうのはね、やっぱりこうちゃんとしっかりこうサド・ジョーンズが書いた譜面だったりとかするから、書き込んだ後もあるけどやっぱ消してあったりとかするっていうふうに言ってました。もう一つはですね、カウントで曲の半分は決まるって言っててですね、その時結構テンポが速くてなんかサックスがバラッとしたんですよね。だからその時にあのリーダーのムスカでね、トロンボーンのムスカさんがやっぱり一番難しいパッセージを頭でこうメンバーが吹いてるのをこうイメージして気持ちよく歌えるテンポで出すといいよっていう風に言ってました。サド・ジョーンズ・メルルイス・オーケストラって、ね、やっぱりテンポがやっぱめちゃ速くなっていく。もともとはゆっくりなんだけど、どんどん速くなっていく。やっぱみんなが曲に慣れてきて、どんどん速くなっていって、すごい高速で演奏してたりとかしますよね。ああいうのはやっぱりこうメンバー自体が慣れてきて、メンバーのことを力量をよく知ってる人がカウントを出すので、そうなってるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。ブレッジバーガンドジャズオーケストラでもですね、数ヶ月に一度レコードリセットする。やっぱりミュージシャンがやっぱりみんな創造的で、とってもこう自分たちのこうフレーバーを入れていくじゃないですか。でやっていくとだんだんこう元のやっぱりこうトラディショナルの良さっていうのが奪われていっちゃうので、数ヶ月に一度みんな集まった時にこうリハの時に CD を大きめに流してもらって、で一緒に演奏するというよりかはサックスはこう指だけこうやってさらったり、ドラムも一緒に聴きながらこう演奏して、そういうリセットをするっていうふうに言ってましたね。なのでやっぱ比較的自分たちが演奏してるぐらいの音量でかけてちっちゃい音で演奏したりとか、指だけさらったりして、そういったこうリセットをするって言ってたので、あ、こういうバンドでもやるんだから、これはもう素人のバンドはぜひやるべきだなっていうふうに考えて今回お話しさせていただきました。サド・ジョーンズ・メルルイスのねビデオを見た時に、その時に言ってたんですけど、もちろん
メルルイスってめちゃくちゃドラマ素晴らしいんですね。みんなを包み込むというか、バンドのなんかポイントをよく知ってて、なんか呼び込みとかめちゃくちゃうまいんですね。だから次はこいつだよ、次はこいつだよっていうのの手前にこう伏線張るのがものすごくうまいし、それがすごいモダンで素晴らしいんですけど、ただそのビデオでも言ってたんですけど、メンバーへのケアがとにかく素晴らしかったって言ってましたね。サド・ジョーンズはもう非常に音楽的なもので譜面を書いてくるんだけど、メルはもう非常に明るくて、メンバー一人一人の家族構成とかもよく知ってて、なんか声をかけてくれたりとかして、でね、結構ビッグバンドって絶対揉め事起こるんですよ。これはね、僕も心理学勉強したんです。1対2対7の法則ってご存知ですか？1っていうのは必ずこう10人集まると1人は必ず僕のことが嫌いな人がいるんですよ。で、2は僕のことが好きで、7は普通フラットなんですよ。好きでも嫌いでもないみたいな感じになるっていうことが、まあこれはもう本当にどんなにこう母体が増えてもこれぐらいのパーセンテージになるんですよって、普通の人はね。で、例えばこうものすごく魅力的な人だと僕のことが好きっていうのが3ぐらいになったりとか、でも嫌いな人って絶対いるんですよ。YouTube でもやっぱアンチなコメントとかもやっぱり絶対いただくんですけど、まあ、これはもう仕方がないですね。僕のことが嫌いな人は絶対に 10% はいるので仕方がないです。ってことは、でビッグバンだと16人いるわけじゃないですか。そうすると、まあ単純計算で好きな人が、まあちょっと多めに見積もって、僕のこと嫌いな人は2人は絶対いるんですよ。で、僕のこと好きな人は4人はいるんで、で、まあ要は相談する人みたいな。で、それ以外はまあフラットな関係じゃないですか。なので、やっぱりビッグバンドってメンバーをケアする人ってやっぱ数名必要なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。絶対ね、陰でこういろいろ言っちゃったりとかすることは絶対出てくるんで、でもそれはもう仕方がないと思わないとダメで、ある程度こうケアしてくれる人がこう数名こういると、なんかうまくいくんじゃないかなって感じはしますね。で、コンテストを出ると順位ってめちゃくちゃ気になるじゃないですか。僕5位だったとか今年は8位だったかとかっていう話があるの、もちろんそれを競うことはすごい大事なんですけど、コンテストって僕もこのビッグバンドこれだけじゃなくて、いろんなコンテストのね、審査員をね、させていただいてます。こうローカルな審査員もやってるし、大学の審査員もいっぱいやってるんですけど、どこでやってるのも大体1位から3位、1位から5位ぐらいは満場一致なんですよ。で、ここはもう飛び抜けてうまいですね。で、それから、あとは下は、まあ、ほとんど同じなんですね。だから、聞いてても、要はその差がつけづらいみたいな感じなんですよ。だから、5位だったからとか7位だったからって一喜一憂する人多いですけど、これあんまり差はないと思っていただいていいんじゃないかなと思います。で、こういうのはちょっとした気づきで、ね、ぐんと上に上がって、本当にこう20位だったところが本当一言だけで本当に、7位とか8位とか取る可能性は本当たくさんあると思うので、自分たちで見えることを今みたいに探していく、そして自分たちの見えないことを指導して教えてもらうってことはすごい大事だなと思います。まあ、なので下を見ないでね、やっぱ上を見て楽しく素晴らしい音楽を目指していきましょうということでですね、私もね、審査の方を楽しみにさせていただいてます。素晴らしい、もう1位2位とかでプロ顔負けぐらいの一体感があるわけですよ。まあ当たり前ですけど、1年間通して一つの曲をこう作り上げていくわけじゃないですか。で、プロのミュージシャンっていうのはだいたい初見だったりとか、まあ見ても2、3回譜面さらっていって、で、リハ1回で本番に臨むので、やっぱりこう、当たり障りなくきっちり演奏するんですけど、やっぱりこう、一体感がある感じっていうのは、これはもう、プロでもできないなっていうレベルまで、やっぱ、来るんですね、1、2の人たちは。なので、すごいこう、感動するっていうか、ゾワゾワってさせていただくので、本当に、見てても楽しいですし、本当に、あ、こんな若い子でこんなうまい子たちいるんだっていうのは、本当にね、自分も元気いただけるので、ぜひね、コンテストってね、まあ、水のものなので、本当審査員の好みとかもあったりするので、そこはあんまり気にせず、でもなんかトライして、何かここに到達点に行こうっていうところはね、ぜひ皆さん挑戦していただけると、これはいいんじゃないかな。というわけで、本日は、以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ビッグバンドサークルの人は、ぜひいい音楽作ってみてくださいね。